はい、どうもトラキチの無課金ハオロード阪神純正編です。京都力インガー、1513日目ですね。はい、現在2023年8月8日の15時15分なんですけども、今回ですね、まずお知らせの方からねご覧いただきたいなと思うんですけども、選手追加でタイムスリップ第5弾来ましたね。はい、第5弾ですけども、結構豪華メンバーですね。はい、阪神はですね、新井さん来ました。はい、今広島の監督やってますね。阪神は新井さんが来ましたんで、まあどうしても欲しいなということで、僕一応ね広島の A ランク、広島の時の A ランクをね2枚持ってるんでね、まあ、ぜひ欲しいなということで、一応まあボーナスもついてるんで、今回この30連やってね、 S ランクタイムスリップ第5弾1人確定なんで、これやって、そうですね、もし出なければ、累計まで行って、累計も出なければランキング走ってね取りに行きたいなと思ってます。はい、そのイベントがヒーローズでしたね。ちょっと久しぶりですけども、ヒーローズの一応ですね、報酬の方でもですね、はい、A ランク選択、A ランクランダムですね、まず1枚で選択1枚で A ランクランダム2枚で選択2枚ということですね。はい、でどこですか、120勝のところで S ランクタイムスリップ契約書第5弾ありますんでね、まあ、これで出てくれるもね嬉しいんですけども、まあ今からするガチャでね出てくれれば一番嬉しいんでね、まあ、どちらが出てもね、どちらも出てもまあないと思いますけども、もしどちらも出てもね極めにできますんでね、まあ、それでもいいかなとは思ってますけども、まあ、まずは今日今からやるね、30連で出てくれれば一番いいかなと思ってます。はい、もし出なければ、そうですね、ガチャでも累計でも出なければ、今回はこのここですね、3万位ですか、これですね。はい、S ランクタイムスリップ選択、まあこれ取りに走るかもしれません。はい、とりあえずはまあ30年やって、狙いたいなと思いますね。はい、はい、まあ一応新井さんの、ね、能力だけ見ておきます。はい、守備がサード D、 弾道ラインドライブ、ミート79、パワー76、走力60ということで、まあ何か A に乗ってるとかも、ね、ないんですけどね、まあ称号によってはね、まあ一応同値とか A に乗るとかもありますけどね、まあ、そんなめちゃくちゃ強いわけではないんですけども、まあどうしてもやっぱ欲しいですね。はい、新井さんはちょっと欲しいなということで、まあオーダーの方もね、まだ4100の選手とかも結構いますんでね、ぜひ取りたいなと思ってます。ここでね30連で出てくれるのが一番嬉しいんですけどね。はい、それではいきます。まずは10連目ですね。 A ランク以上の選手1人確定、まあ新井さんの A ランクもね、じゃんじゃん出てほしいなと思ってます。はい、できれば正午までつけたいんでね。はい、それではいきます、10連目お願いします。新井さん来い、 A でも S でも、さあ来てくれ、さあどうでしょう、さらに、おおお、え、そのちょ、なんかいいんちゃう、虹よ、虹はどうなの、おいしょ来た、よし、カメラ来い、何かカメラいきなり来た、いきなり、おお、丸さん丸選手来たよ、いきなりタイムスリップ、すげえいや、これいいですね。はい、もっと来い、いや、いいガチャですよ、いきなりさあ、もっと来い、橋来てくれ、橋、おお、来た来た、いいよ、伊藤選手、2着、はい、A ランクも来ました、確定外で、おお、もうガチャ来る、沢村選手、沢村選手、タイムスリップも出てますね。はい、これ、ロッテのやつですね、現役のやつです。はい、さあ、まだ来い、おお、また来た、すごい、中岡選手、ヤクルトめっちゃ来るやん。今のところ S ランク1枚、A ランク3枚来てますね。最後 S ランク来い、うん、杉本選手、オリックスですね。はい、いやでも10連目いいですね、いきなり S ランク来ましたよ、丸さん、丸選手来ましたね。はい、これが新井さんやったかな10連で終わってたのにな。まああと A ランクも、4枚来てますね、すごいですね。はい、こんな A のちょっとあんまり記憶にないですね。はい、とりあえず10連目よかったですね。はい、それでは20連目いきます。こちらもね A ランク以上の選手1人確定なので S ランク確定ないですけどね、ぜひ S ランクまた来てほしいです。できれば新井さんの A ランク S ランク来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランクもまた来い、もう一回来い、指名候補トークン、そう、いきなり来ましたからね、ないかな、もうないか、ちょっと早いな、 あかんっぽいな、新井さんの A ランクでもいいよ、何も来えへんか、何もないですね。はい、まあまあまあ、新井さんの A ランク来てほしいです。さっ、お、来た、うん、槙原選手、ソフトバンク、はい、A ランク来ましたね、1枚、
もっと来い、もっと来い、もう一丁、ないか。おお、Bランクか。A来い、 A で来い、最後新井さん来い。うん、バウアー選手来ましたね。はい、横浜ですね。はい、バウアー選手来ました。一応確定外で、牧原選手ですね。 A ランク1も来ますね。でバウアー選手来ましたね。新井さん A ランクで来てほしかったな。まあまあまあいいです。はいはい、それでは次ですね。はい、次回購入3回目は S ランクタイムスリップ第5弾1人確定なんで、もうここでね、もうここですっきりしたいですね。はい、一応もう S ランク1枚ね、丸選手来てますんで、まあ今度は新井さんぜひ来てほしいなと思ってます。それではいきます。30連目お願いします。新井さん来い。さあ来てくれ。ここでオフィーバー、なんかいいよ、なんかめっちゃいい。自チーム確定とかじゃないんかな。演出全然知らんからな。カメラね、最後カメラ来てくれたら。さあどう、来い、カメラ来い、カメラも来い。カメラはない、ないか。ないんか。まあまあまだ分かりませんよ、来るかもしれませんね。おお、加藤さん、さあ A ランク、 A ランクはないかな。おお、ないか。ん、いやー守備な。おお、最後だけですね。はい、最後タイムスリップの選手第5なので、ね、選手来ます。欲しいのは新井さんです。お願いします、来い。うーん、沢村選手。さっきロッテの A も来ましたね。はい、沢村選手か。はい、まあまあまあ、でも S ランク2枚来ましたからね、それだけでもだいぶ嬉しいです。はい、うーん残念、この30連目はここだけですね。沢村さんだけですね。沢村選手だけですね。はい、はい、まあ、新井さんは来ず A ランクも来ませんでしたね。ただまあ結構来ましたんでね、いろいろね、あのいろ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 来ましたね。一応どんな感じでした、これでいいかな。はい、S ランクが2枚と A ランク 1,2,3,4,5,6 枚来ましたね。で、S ランクが丸選手と沢村選手、まあ2枚来ましたんでね、まあボーナスの方も結構いいのでつきましたんでね、結構ついてると思いますんでね。まあとなりますと、一応もうプロスピヒーローズ、これですね、まあ累計までとりあえず行きます。120勝でしたっけね、もうささっと行って、でこれで出なければ、まあランキング走って、まあ先ほど言いましたようにね、この3枚ですか、これ目指して新井さん取りに行こうかなと思ってます。はい、まあそこそこね、今回ガチャやったんでね、まあ良かったかなと思いますね。はい、タイムスリップの選手も2枚行きましたし、まあそうですね、 A ランクも結構来ましたんでね、ボーナスも結構ありますんで、頑張って、まあそうですね、ランキングを走ることになる可能性高いですけどね、もう一回あの累計でねチャンスありますんでね、新井さん出るチャンスありますんで、まあそれにかけて、頑張ってとりあえず累計行って頑張りたいなと思います。はいはい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。